スラムダンク。ザ・ファースト・スラムダンクです。えー、原作者が自分で脚本監督をやってます。スポーツ鑑賞、僕はスポーツは興味ないんですけども、スポーツ漫画とかスポーツ映画大好きなんですよ。ドラマがあるからですね。で、アニメとは何かっていうのもう改めて感じさせてくれるアニメ映画でした。りょってキャラクターのですね、 ドリブルするときのステップ、足さばきって、実写だと分かりにくいんですよ。こう、こう、切り替えするときに、こう、キュッと足をこう、変えて、えつ、ー、ま先で踏み込むとかって、もちろん実写でも見せれるんですけども、何を見せたいか、どういうふうに見せたいのかっていうのが、実写は曖昧で、そこら辺、絵っていうのは強調したりすることができるから、こういうことをなんかね、見せるのは最適のメディアなんですよね。だから、 この漫画でももちろん描けるんですけども、漫画だと何やってんのかって考えるワンテンポ必要なんですけども、アニメだから切り返しもそうなんですけども、そのドリブルでり太が大男の二人にブロックされて、この間をスッとすり抜けて走るところとかが、やっぱその臨場感がすごいんですよ。何を描きたいのか何を見せたいのかっていうのが、すごいはっきりわかる構図、すごいはっきりわかる絵で動いてくれるからですね。で、まあ CG、 の映像を使ったりですね、デジタル構成を使ってるから、リアリティもとんでもないんですよ。あの漫画のキャラなのに骨格がしっかりしてて立体感があって、亜生がその顔の輪郭に沿って動くんですよ。で、なんかね、それが違和感ゼロなんですよね。違和感ゼロだけでちゃんと立体の顔があるっていうのが、わかる存在感を強調してるんですよね。そこら辺がもう本当にすごかったんで。 アニメ映画として新しい表現出てるなと思ったんで、アバター3、アバター2にあると思った新しい表現、革命的な映像が、スラムダンクの方にあったのが、僕はやっぱ今回最大の驚きでした。ちなみにこの、ザ・ファースト・スラムダンクっていうのは、ザ・ファーストっていうのは、多分その作者井上さんの世代的に、マイ・ファースト・ソニーだと思います。マイ・ファースト・ソニーっていうのは1980年代か90年代にソニーが、 展開した商品のラインナップであり宣伝なんですけども、えー、子供たちに最初に出会うソニー製品であってほしいっていうので、マイファーストソニーっていうのが出たんですけども、それと同じようにですね、漫画とかテレビアニメを、まだスラムダンクを出会ってない世代に向けた最初に出会うスラダンになりたい。最初に出会うスラダンはこれであってほしいっていう、なんかそういう思いだと思います。アマター288点です。で、長いけど退屈しない。退屈しないけど、 なんか、アバター1ほどの凄みはないと僕は思いました。アバターの1ってすごいんですよ。まず、主人公のジェイク・サリーっていうやつが戦争によって障害を受けて下半身が動かなくなるんですよね。で、車椅子生活してるんですよ。で、そんな車椅子生活で絶望している彼が惑星パンドラに行くための冷凍睡眠で目覚めて、で、アバターという新しい 肉体を手に入れると、人間を遥かに超える運動神経なんですね。それを手に入れて体力を手に入れるんですよ。このワクワク感、新しい体を手に入れた、また俺走れるんだというワクワク感と惑星パンドラの新しい世界を全部見せるから、すごい世界を味わう、その、 心のセットが観客にできるんですね。だから、アバターの凄さっていうのは映像の凄さじゃなくて、演出とか見せ方とかドラマの作り方の凄さが、ベースにあっての映像の凄さが上に乗っかってるんですよ。で、あのね、あ 新しい青い体を手に入れてす、すごい運動能力っていうのは元ネタがあって、実はその、老人と宇宙っていうですね、ジョン・スコルジーという SF 作家が2005年にですね、あの、書いた SF のシリーズがあるんですよね。もともともっと前、2003年か2002年ぐらいにネットで発表していた同人小説だったんですけども、それがなんか2005年に出版されたんですよ。だから SF ファンの間で2003、4年ぐらいから有名だったんですけども、えー、これ老人と宇宙というタイトルなんでかっていうと、 もうすでに老衰して体があんまり動かなくなってリウマチとかで痛くなってきた地球では役に立たなくなりつつある老人たちにですね、遺伝子工学で新しい体、青い体を与えるんですね。で青い体を与えて宇宙のカーターでですねえ、冒険、あの、戦争させるという冒険セフなんですよ。で、これもやっぱりその最初の方に新しい青い体を得た ろ元老人たちがですね、自分たちの運動能力が上がっていくのに、ワクワクしながら、うわーってやっていって、で、訓練の時はもうすごい盛り上がってるんだけど、ところが戦争に入ると、それでもなかなか勝てないぐらいの敵が現れてっていう SF で、本当にね、アバターの基本設定と同じなんですよね。で、アバター2にはですね、この、さっき話した身体障害者になった主人公が、 動かない体、絶望、新しい星、新しい青い体。うわ、すごい、俺体動くんだ。見たこともない星だ。こんな星にも住んでる人がいるんだって、この段階的に上がっていくワクワク感が全くないんですよ。アバター2には。で、ジェイクはもうまずね、主人公のジェイクは人間であった頃思い出さないんですよ。パンドロン資源を奪おうとする。 人間に対して容赦なく人間を殺すんですよね。で、ただ単に命令に忠実なだけの軍人さんとかですね、パンドラのクジラを着た漁師さんたちをですね、何も考えずに殺すんですよ。で、あの、父親には家族を守る義務があるって言うんだけども、いや、地球人にもですね、地球に残してきた家族があるだろうし、彼らだって家族のために仕事でパンドラに来てるんだろうけども、なんか家族を守るという大義名分があったら、地球人をバリバリ殺して、 何ら葛藤を観客側に見せないっていう、この無神経さが <laughs> あって、え、こんな無神経な映画なのっていう、一の時にはあんなに注意して、もう地球人であった彼が、その、なんかパンドラのナビーという民族と同意して、でも俺、所詮日本、地球人だし、認められるはずがないし、でも本当、俺、心はだんだん彼らに同情してきたよという葛藤回転、ここがもうすっぱりなくなっちゃうんですよね。で、 その一作目に出た自分のは地球人なんだけど、あえて、あえて、あえてパンドラ人になるという葛藤がゼロなので、ドラマはあるんですよ。ドラマは家族守るとか、なんか家族内でのお互い分かり合えないとか葛藤があるんですけども、思想が浅いので、もうとっても薄っぺらに感じたんですよね。で、まあ、 映画の中で多様な文化を肯定してるふりするんですよ。例えば森の民族と海の民族っていうのが最初分かり合えないんだけどお互い尊重し合うとですね。あの多様な文化を肯定してるふりをするんですけども、捕鯨文化はもう全否定なんですよ。多様な文化を肯定するんだったら。<laughs> で、つまりそれキャメロンが、ジェームスキャメロンが理解できて好きになれる文化を肯定して大事にするんだけども、理解できない文化を持つような野蛮人は皆殺しにして構わないという考え方なんですね。それ 悪役のですね、クリオチ大佐の発想そのままなんですよ。悪役のクリオチ大佐っていうのは、パンドラにいる青い奴らなんか皆殺しにして構わん。でも自分の部下は大事にするって言うんだから、全くその主人公と思想が同じなんですよ。で、これを作ってる人間は気に気がつかないし、見てる人間もほとんど気がつかないという状況で、このバガ兵が何なの 思ってびっくりしたんですけど、全く同じなんですよね。身内に甘くて、あの、自分が嫌いな価値観には冷たい、殺しても構わないって同じなんですよ。だったらね、僕、いっそ、パンドラ2って、クリオッチ大佐をですね、主役にすべきだった。もう一人の主役にすべきだと思うんですよね。その、地球でナビーの体を、で生き返ったんですけども、それを主役にしてですね、まあ、驚くべき 3D 映像で、西暦2354年の地球が、 ちゃんと見せるべきだったんですよ。あの、ワンの時に見せてなかった。で、そこで、科学の、いわゆる天国だけども、堕落した世界を見せて、その中で、老化が進んでもうなんか、生きられない人たちっていうのが、真剣に不老不死、若返りの薬を求めて、そのためにパンドラに行くっていう状況設定をした後で、地球に本当は帰りたかったナビ、パンドラのあの、厳重の青いやつはなんか嫌いなはずの彼がですね、もう、 あの惑星でしか生きられない自分の運命を呪ってですね、惑星ナビーを恨みながらもそこでしか生きられない自分を呪うっていうのを入れれば、もうちょっと思想に深み出るんですよ。つまり、ナビーに完全に同化しちゃった地球人と、 ナビーを憎みながらナビーになってしまった地球人っていう軸を作っときゃいいんですよね。で、スリーでやるかもわかんないですけども、ツーって3時間以上あるんですよ。やる時間十分あるんですよ。なのに、延々延々,々パンドラの海の世界なんか見せてるから、あのね、すごい映像はしっかりしたドラマの上に見せないと、ただ単に、だろう、どうでもいい映像になるの、綺麗なだけの映像になるんですけどね。 クリオチ大佐ってもともとね、その貧しい漁港の生まれみたいな設定にしといて、海に生きる少年というふうにしとけば、そのジェイク、主人公ジェイク・サリーは海を知らないアメリカ南部のあ、アメリカ中部の生まれという設定にしとけばですね、二人とパンドラの関係がもっと面白くなったんですね。海を知らない、 そのナビーのいわゆる族長にまでなっちゃった地球人ともともと海で生きていて海を忘れてで砂漠の戦闘とかで一流の軍人になっていた男の話がまた海に帰るっていうような話にすればね、ちょ、すごい上手いドラマ的な対立できたんですよね。で、3時間以上あるんだからそれぐらいキャラの掘り下げできるのに、 CG のね、青い奴らばっかり出てくるんですよ、このあ、青い奴らばっかり、ばっかり、ばっかり、ばっかり。で、こればっかりね、あの、出てくるから、なんかね、ジャージャー・ビングスの一族しか出てこないスター・ウォーズ見せられてるみたいな。<laughs> いや、いや、ジャージャー・ビングスよりいいですよ。でも、いいと言っても、もう、その流れなんですよね。もういい加減にしてくれっていう、<laughs> そんな感じになっちゃうんですよね。だから、YouTube のね、映画引きをやってる人と、僕の感想ってね、 もうすごいずれてるんですよ。みんなね、大絶賛なんですよね。あの、YouTube で映画機をやってる人とか。なんであんなに大絶賛の本当にその面白かったのかなと思う。これ気にならないかなと思うんですけど。いや、僕の感性と今の人がもうずれてる。僕の感性がずれちゃってるのかもわかんないですけどね。みんなこの、すごいと面白いと混同してると思うんですよね。すごいっていうのと面白くないは、 共存できるんですよ。まあ僕にとってはそういう意味で、ちょい退屈な映画でしたねで。アバター3は砂漠が舞台らしいんですけども、20世紀の名作デューンが元ネタで、で、 あの、厳しい環境で生きる部族と襲いかかる宇宙帝国って話にするんだろうと、そのままやると思います。で、ポーランドの SF 作家レムのその惑星ソラリスのアイデアですね。惑星一つが丸々一つの生命体、一つの惑星が丸々一つの生命体であって、一つの知性であるっていうやつも、まあ多分やる、一から伏線張ってるからやるんだと思いますな基本的にそのもののけ姫とか、監督がこれまで見て面白かったものを全部全部乗っけていって、ドラマ的に結局その結果薄くなっちゃった。 いう,ような話なんですけども。多分そのクオリッチ大佐、今回生き残ったのがですねアバター3で砂漠の民族と出会って自分の過去と向き合うような話になるんでしょうね過去の戦場の話とかも出るんだろうけど知らんけどですよアバター3俺見るかなって思ってるんですけどで